にちは、しまちゃんです。はい、ということで今回はですね、4月になったということで毎年恒例の新入社員の子たちの紹介をしていきたいと思います。はい、ということでですね、早速ちょっと出てきてもらおうかなと思います。どうぞー。はーい。はい、ということでですね、今回まあしまちゃんからは女の子は3人を紹介していきたいと思います。一人一人紹介していきますので、じゃあちょっと VTR 切り替わってどうぞ。はい、ということでまず一人目のこの紹介をしたいと思います。じゃあまず名前とアピールポイントを教えてください。はい、小泉レオです。アピールポイントは笑顔です。おー、笑顔が可愛いレオちゃんです。はい、2つ目の質問は、どうして入社しようと思ってくれたんですか？はい、会社の方針でもある愛家族主義っていうのに心惹かれたのと、自分の長所である笑顔が活かせるお店だなと思ったので入社しました。おー、いいですね、素晴らしい理由ですね。はい。では次に、これから頑張っていきたいことを教えてください。はい、これから頑張っていきたいことは、自分の長所である笑顔で来てくださるお客様にたくさん笑顔を届けられるように、思い出を作れるように頑張っていきたいなと思っております。おー、頑張ってください。ということで、最後に見ている皆さんに一言お願いします。はい、ここのお店は明るくて景品もたくさんあって楽しい場所なので、ぜひ遊びに来てください。あと新入社員の私たちや他の皆さんにも会いに来てください。待ってます。はい、じゃあ次に2人目の子を紹介したいと思います。はい、ここで名前とアピールポイントを教えてください。はい、名前は小泉遥です。アピールポイントは笑顔です。遥ちゃんも笑顔がということで、実は小泉が2人いまして、はるかちゃんとレオちゃん、2人小泉がいるので覚えてください。はい、で次に2つ目の質問の方が、どうして入社しようと思ってくれたんですか？はい、エブリデイ餃子店に遊びに来た時にスタッフの方が優しく対応してくれたので、自分もそのスタッフの方のようになりたいと思ったからです。おお、すごいいい理由で嬉しいですね。私も嬉しいです。はい、じゃあ3つ目の質問は、これから頑張っていきたいことを教えてください。はい、これから頑張っていきたいことは、もっとたくさんの方に声掛けをしていくことです。はい、頑張ってください。じゃあ最後にですね、また見てくれてる皆さんに一言お願いします。はい、エブリデイ餃子店では毎日たくさんの楽しいイベントをやっているので、ぜひ遊びに来てください。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ最後3人目の子を紹介していきたいと思います。お願いします。名前とアピールポイント教えてください。はい、自分の名前は鈴木かなです。アピールポイントは元気です。お、いいですね。うちのお店はもう体力勝負ですからね。はい、元気以上です。はい、頑張ります。はい、じゃあ次に、入社しようと思った理由を教えてください。はい、自分は入社する前からのこちらのレブリで餃子店さんに結構何回かフィギュアだったり、ぬいぐるみだったりトイレに行かせていただいて、店員さんの接し方の楽しくいい仕事をしている姿や、漫画アニメが好きな人たちと仲間を作って仕事をしたいなと思いまして入社しました。おー、素晴らしい理由ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に、これから頑張っていきたい方を教えてください。はい、まだまだちょっといろいろ勉強することがあるんですけれども、笑顔と元気で、はい、お客様をいっぱい迎えてエブリデイゴーダを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ最後にまた見ていてくれている皆さんに一言お願いします。はい、エブリデイゴーダ店お酒のお二人もいると思うんですけど、まだまだ新人さんいっぱいいるので、先輩社員もいますので、皆さんに会いに来たりさせ、いっぱい景品もありますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれからみんなで一緒に頑張っていきましょう。